どうも、イホイです。今回は、アドプロが V 字回復した1年、2013年を振り返っていきたいと思います。こちらは娘、シングル売上の比較。2012年の3万枚からたった1年で、約5倍も伸びていることがわかります。当時、ついに終わるとも噂されていたハロプロが、大復活した理由は何だったのか、お話ししていきます。売上が向上した理由の一つ目は、個別イベントの解禁です。2012年、キュートのシングルから始まり、他グループにも派生。娘は50枚目となる、ワン、ツー、スリーのタイミングで解禁。初週売上は実に、10年ぶり10万枚を突破し、大きな話題を集めました。今では当たり前の個別イベントですが、当時はオタクの間でも賛否両論。パフォーマンスが売りのハロプロには必要ないといった、ネガティブな意見も多かったです。しかし結果的には大成功。チェキ会や握手会は、それまでとは異なるファン層の獲得にも大きく貢献。現在もハロプロの主要イベントの一つとして、継続しています。ハロプロ復活二つ目の理由は、大規模な広告戦略。この時期はとにかくメディアに出まくっていました。特にすごかったのは脇 IJ のプロモーション。6年ぶりに M ステ出演を果たし、大きな話題を集めます。また記憶に残る広告も多数展開。特に出戻りのファンを多く獲得することに成功。こうしたポジティブな流れは他グループにも拡大。躍進が目立ったキュートは、初の単独武道館公演を開催。待望の大箱公演の知らせにファンは熱狂。チケットが取れない事態が発生したため、異例の 2days 公演に、これ以外にも何かと話題が多かった2013年、桃地や斎を中心に、テレビの仕事にも恵まれまくっていました。ちなみに、唯一新参を舐めたスマイレージは数年後、大器晩成の下克上を果たしています。個別部の解禁と広告戦略、大胆な改革を実行し、V 字回復を果たした事務所。ハロプロは保守的と呼ばれることがしばしばありますが、2002年のハロマゲドンや2012年の個別解禁など、時にはファンからも反対されるような大改革を行い、組織を存続させていることがわかります。しかしここ数年はあの頃に比べると、事務所の仕掛けも少なく、外部への発信も控えめに、個人的にやってほしいのはやはりサブスク解禁、そして大々的な広告展開です。2013年のワクワクした感覚をもう一度、今のハロプロをもっと知ってもらえるような戦略を仕掛けてほしい、そう強く思っています。皆さんの好きな2012年から2013年にかけてのハロプロのエピソードについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。